聞こえます。何年ぶりでしょう、久々の感覚実況席追われています。前橋競輪の G1 です。第31回の友人新の杯世界選手権記念トーナメントです。4日間のシリーズ勝ち上がってきた9選手最後に登場してきました。決勝戦の12レースを迎えていきます。この12レースは前橋1周335メーターのバンクを6周回ります。2035メーターで行われます。最後に9番の新田が発走台に到着しまして9選手が出揃います。3連単の人気は割れに割れました。1番人気でようやく40倍を切ろうかといったオッズを締め切り直前は示しています。では対戦メンバーです。1番は大阪古庄優作、2番埼玉平原浩太、3番秋田森沢太志、4番福島小松崎太一、5番広島松浦雄二、6番長崎井上雅樹、7番茨城吉田拓也、8番大阪稲川翔、9番福島新田雄大。以上9選手の対戦、決勝戦12レースです。1番の古庄優作です。昨年のグランプリチャンプ1番の古庄、総力戦で2日目から連勝ゴールです。そして関東ラインは7番の吉田拓也です。昨年の新王杯はもがき合いになりました。7番の吉田、今年はどうしますか。2番の平原浩太がその7番吉田拓也にマークしていきます。新王杯では2人目になります。連覇にリーチをかけています。12レースの発走です。12レースが始まりました。2番の平原、そして外側から6番の井上が飛び出していきますけれども、内側で2番の平原が前を主張しに行くか、その平原の外側から6番の井上一歩前に出ようとしますが、内を救ってきました2番の平原です。これで関東勢が前受けになりました。一射下げる形で6番の井上が2人目です。松浦が初手は3番手になっていきまして、さらに後ろからは1番の古庄、大阪ラインが5、6番手となりますと、北の3人は後ろからです。直線戻ってきまして、レースは2周目に入るところ、7番の吉田が上がってきます。2番平原の前に入ります。そして5番の松浦が6番井上の前に入っていきますと、最初の並びが出来上がってきます。前を取りましたのは関東ラインです。7番の吉田拓也の前受け、マークには2番の平原浩太、関東勢が前受けです。3番手5番の松浦雄二です。グレードレース優勝ラッシュが続きます。高いレベルで安定した結果を残しています。マークには西九州引っ張ってきました6番の井上雅樹、5年ぶりの G1 決勝です。残りは4周、1番の古庄優作が初手は5番手です。マークには8番の稲川翔、 BMX から競輪界に飛び込んできた大阪の2人が連携していきます。後ろ攻めからは9番の新田雄大です。競輪界4人目のグランドスラム達成なるかどうか、新王杯3年連続の決勝、マークにはこの前橋の新王杯3度目の決勝進出、相性のいいバンク、そして舞台です。4番の小松崎太一、北の3番手、3番の森沢太志、自身9回目の G1 決勝、 G1 初 V がかかる2人が北の番手3番手です。残り3周を切りました。ゆっくりと残り3周で9番の新田が上がってきます。新田が上昇してきまして、1番古庄の横、さらには5番松浦の横を通過していきまして、2周半を切ります。前では7番の吉田が待っていますが、9番の新田が前に出る、4番の小松崎、そして3番森沢、すかさず1番の古庄がかましていきます。直線戻ってきまして、残り2周、古庄が一旦前に出て緩めました。9番の新田は3番手を取る、北の3人が3番手から5番手、さらには5番の松浦6番手、そして7番の吉田前受けから引いて8番手の位置、その吉田がかましていきます。バックストレッチに入ってきまして、7番の吉田、しかし前では1番の古庄がペースを上げている。吉田が3番手、車間が空いたところに収まってきまして、直線前はしかし大阪勢、後方からは5番の松浦もまくりを打ってきまして、残りは1周です。松浦のまくりは現在5番手、しかし前で逃げていますのは1番の古庄、古庄の先行になりました。2番手ですけれども、8番の稲川、7番の吉田が再びまくっていく、後方からは森沢がまくってきましたが、大外、最後の直線に入ります。内を救ってきたのが9番の新田、外からは誰が来た、
新高森沢か。決勝戦の12レース、インをついく形になったのは新田、大外ぶん回してきたのは森沢、そして係員が4番小松崎のところに近寄ろうとしています。決勝戦の12レースです。最後は4コーナー、多くの選手が横に広がる形になりました。9番新田がインをつきまして、大外から3番森沢も伸びていたように見えます。そして係員が4番小松崎のところで集まってきまして、その小松崎をピストから下ろす作業を今しているところです。このレースですけれども、3コーナーの係員が、そして4コーナーのランプ回り始めました。4コーナーのランプ回り始めています。3コーナーのランプも回り始めました。2つのコーナーのランプが回っています。お手持ちの投票券決定放送まで大切にお持ちください。ではリプレイ見ましょう。1番故障が先行策でした。7番吉田がまくりを打っていきます。そして3番の森沢が大外ぶん回してきまして、インをついく形になったのが9番の新田でしたけれども、直線入って内から9番に行った大外から3番の森沢、その真ん中には5番の松浦がいましたが、このレースは2つのコーナーで審議ランプ回っています。9番3番5番、そしてその後ろも見ておきましょう。8番そして1番あたりの入線順でしょうか。ゴール前スローを見ますと93581なんですけれども、このレースは3コーナーと4コーナー2つのコーナーの審議ランプが回っています。お手持ちの投票券はどうぞ決定放送まで大切にお持ちください。上位の入着体制審判放送です。お知らせいたします。ただいまより第3コーナーおよび第4コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は、第3コーナーは6番および9番、第4コーナーは9番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。お知らせします。ただいまのレースは1着到達の9番および6番について審議を行っています。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。大変お待たせしました。審議の結果をお知らせします。6番および9番選手の走行を審議しましたが、それぞれ失格とはなりません。1着9番新田雄大、2着は3番森沢太志、3着は5番松浦雄二。払い戻し金です。2車単9番3番4120円、3連単は9番3番5番28390円、その他の払い戻し金はご覧の通りとなりました。